そこで考えたのがこれだ。この硬い陰毛をごっそりすれば10キロほど、何グラムも減らんすよ。浅はかだな。浅はかって言うな。なんかその眉毛の感じ、ブライアン・ホークに似てるな。似てますね。このままホークになりきって高村さんにホーク慣れしてもらえば。役に立てりゃいいっすけど、反りすぎは困りますよ。慣れとくのは必要かもしれん。なんか左右の長さがアンバランスだな。左をもう少し、今度は右がこうかな。バランスは良くなりましたけど、どうすか、似てきましたか。今から増やせねえかな。マロみたいになっちゃいましたね。マロってなんだ。まだ間に合う。ここをこうして、ここを、似てますか。やると思ったが、この男本当にやりやがった。どういう一方。怖いよ。何、怖いほどホークに肉薄したか。早速スパーやりましょう。俺のことをホークだと思ってくださいよ。覚えるわけねえだろ。はあ、俺の眉毛はどうしてくれるんすか一体。騒がしいわ。何その邪気様ら。会長、高村さんが。はて、誰か。何言ってるんすか。知らん顔じゃ。俺ですよ、俺。ガキのくせにビビらすんじゃないわ。もうろくじじい、分かったとた強気になるな。さっさとロードワーク行って、今回人を笑わせて喜んでる時期じゃないぞい。喜んでないっすよ。こんなにされちまって人前に出られないっすよ。ロードワーク行けないっしょ。仕方ないの。これでどうじゃい。現れてますよ。詰め込み終わっていって、今回恨んでやる、恨んでやる、恨んでやる、恨んでやる。悪かったって言ってんだろ。男らしい眉毛になったじゃねえか。何も言うな。戻ってくれりゃそれでいいさ。木村さん、青木さん、うわピエロになってるぞ青木。びっくりした。何、水星マジックだったのか。